ビルの間、東京の都心にもこんな綺麗な青空があるのかと思うほどの綺麗な秋の空です。ヤクルト2勝で迎えた第3戦、中1日挟んで舞台を神宮球場に移しました。先発ピッチャーはヤクルト伊藤昭光、西武が渡辺久信です。4万近い観衆が入りました。秋の日差しいっぱいのこの人工芝です。藤田元志さんの解説、そしてゲストに福岡ダイエーホークスの山本和則外野手を迎えました。さて藤田さん、はい、ヤクルトは絶好調。そうですね、シーズン後半そのままこのシリーズに持ち込みましたね。一方何か西武がちょっと変ですね。ちょっとそのこの西武もね、シーズン後半の悪い状態そのまま持ち込んだっていう感じでですね、なんか今勢いは本当に完全にヤクルトっていう感じですね。このまま4つそのまま行きそうな勢いですね。西武は何としても今日頑張らなきゃいけないですね。明と暗対照的、これほどこう1戦2戦でその対照度がね、気になるとは思いませんでしたね。はっきり出ましたね。ゲストの山本さん、はい、この西武に優勝にですね、ダイエーホークスは随分貢献しましたね、今年も。はい、やはり西武は強かったんでしょう。そうですね、当たってみるとですね、こんなに感じないんですよ。ただゲームが終わったら、あ、負けてるなと。ただ完璧にやられたっていうのは、そんなに記憶にはないんですよね。そうですか。ただ、なんていうんですか、打ち負けたり、まあ、こっちがミスしたりで、そういうことが多かったもんですから。まあ、そういうシーズン中の西武を見てると、この1戦2戦はちょっとやっぱりおかしいなという感じはあるでしょう。まあ西武らしからぬというんですかね、イージーミスというんですか、そういうのを打ってやるときはやりませんから、まあ、ゲームのおいおい第3戦でその辺を指摘していただきましょう。両チームのスターティングメンバー、まず西武です。石毛が3番に戻ってきました。秋山5番です。そして6番7番のところを見てください。6番にレフト垣内、7番にショート田辺、この日本シリーズで2人とも初めてのスターティングメンバーです。この神宮球場で行われます第3戦、指名代打制はありません。したがって鈴木健がスターティングメンバーから外れました。ピッチャーが打席に立ちます。いろんな意味で藤田さん、はい、したがって西武にとっては苦境が続くわけですね。そうなんですね。今日はですから垣内田辺を入れて攻撃型の、編成しましたね、はい、今日は何としても勝たないとですね、今日勝ちますとね、かなり 70-80% まで西武の、劣勢といいますか取り戻せるんですよね。ヤクルトスワローズマウンド上に伊藤昭光が上がりました。この人です、今シーズンのヤクルトの一番の勝ち頭、5年ぶりの2桁をマークしました。昨年の日本シリーズでは4試合に登板、全部リリーフでした。したがって日本シリーズは初先発ということになります。これは予想通りですか。大体もうボスボス最初に出てくるかと思いましたけどね、第1戦で。だからもう順番この辺でいいと、最初はリリーフの気持ちだったんでしょうけども、宮本が使いますんでね、で伊藤が先発に回ってきたと思います。スターティングメンバー、レフト新井、センター飯田、そしてライト畑、これは2戦と同じです。12時33分第3戦のプレーボール。2勝0敗ヤクルト、相手敵地で連勝で迎えてのスタート。先頭バッター辻ヒット、1戦2戦フォアボール、
今日は第1打席ヒットから始まりました。2番ライト平野、2番ライト平野、背番号24。所沢でのゲームでは皆さんね、両チームともに1回裏表点の取り合いなんですね。そうですね、最初の3回までがねかなり激しく打ち合いがありますよね。今日は何としても西武が得点を取って先行していかないと西武のゲームができませんですからね。西武にとっては0勝2敗で迎えた第3戦、そういう意味では森監督の心境を一番わかる解説者を今日お招きして藤田戻したんですが、藤田さん2回4回日本シリーズに出て、そのうち2回までが0勝2敗からスタートしたんですね。辛いですよ、2敗しますとね。あの近鉄戦は0勝3敗まで行って、その後逆に4連勝しました。送りバント成功でワンアウト2塁という状況に変わりました。それから平成2年森西武と対戦して、この時には4連敗、したがって森監督の心境よくわかるでしょう。本当にわかります。この2敗というのはね、相当あの答えてます。しかも打ち負けましたでしょ、完全にあの頼りにしてた投手陣がね完全にやられましたからね、ショックはいつものシリーズの2敗とは違うと思いますよね。さあその辺のところで今日は三塁側の西武ライオンズベンチ情報は和田源次アナウンサーですが、和田さん、はい、試合前森監督はどうでした？その辺ですね、森監督チームに非常に強い危機感を抱いているなという印象がありますね。でプレーにその気迫がもう一つ感じられないなどと言われてますが、いろいろあの言われているけれども、その通り言われてもしょうがないよと言ってますね。で石毛辻あたりはやはりプロとしてのプレーしてるんだけれども、それ以外はもう若年寄りのようなプレーでね、走塁にしてももう言われる通りだと恥ずかしいよという話をしていました。で今日明日どうするというのもあるけれども、何よりチーム自体を変革していかなくてはいけないと、それは変革のきっかけだよと、まあ、一度大恥をかいてみるのもいいんじゃないかとここまで言ってましたね。ゲストの大英ホークスの山本和則さん、はい、まあ、今シーズンも痛めつけられた西武ライオンズがこんなに苦しんでる、森監督の話聞いてどうですか？打つと逆のパターンですね。そうか、いつもあの大英がやられてるパターンを今西武が味わってるという。だから思わぬ展開じゃないですか。その1回の表西武がワンアウト2塁で3番の石毛当たっています。畑ツーアウト。おとといのゲームはあのデッドボールを受けて右手首痛めながら3安打、最も森監督が期待している石毛だったんですがね。そうなんですね、デッドボールを受けながらでも次の試合はね頑張りましたもんね。しかし今日もヤクルトのピッチャーはですね、西武のインコース攻めをやはり主体に考えているとこんな感じですね。なるほど、一戦二戦で藤田さん問題の人というふうに紹介してよろしいでしょうか？そうですね、やはり清原秋山が打って初めて西武らしさが出てくるんでね、この2人がちょっとおとなしいと西武らしさが消えていきますね。一戦二戦と第一打席で、一戦では荒木からランナーを二塁に置いてライト前タイムリーヒット、二戦では西村からセンター前ヒットを打ちましたが、その2本だけです。ゲストの山本和則さん、はい、一戦二戦見てどうですか？まあ、こんなもんじゃないですか、清原君まだ。今日試合前のバッティングでね、いい当たりが全部今のように左へ切れていく、あのゴルフでいうね、フックボールになるんですよ。それで中に入った打球はあまり飛ばないと。そうなんです、ね、いうだあのバッティングしてましたね、いい当たりが全部いわゆる引っ掛けでレフトのポールはずかに左という、今のようなファールがもう5、6本ありました。そうですね、
かなりインコースを攻められて、それを意識して開きが少し早くなってきてるんじゃないですかね。日本シリーズ初先発の伊藤明光。詰まりました。次が残塁に終わって1回の表ゼロ。どうでした？もう一つ飛んでもいいと思うんですよね。日本シリーズ1回に点を取れなかった西武、第3戦初めてです。もう一つなんか思い切りがないっていうのは姿から見えるんですね。これから攻撃に入るまず1回の裏のヤクルトスワローズは飯田をラストバッターからトップに戻しました。2番新井、そして古田、広沢、ハウエル、池山、畑が今日は指名代打ではありません。ライトの守備に入り8番ハドラー、ピッチャー伊藤ラストバッター。さあマウンド上です、渡辺久信です。日本シリーズはこのところ5連勝中です。今シーズンこの成績はプロに入って10年目、彼自身にとっては一番悪い数字です。9勝して14敗、防御率は 3.83 という数字は投手成績17位。6月の末から2ヶ月半勝ち星がありませんで8連敗ということもありました。しかしペナントレースの終盤ようやく上向いてきた渡辺久信。ショートに田辺が入り、そしてレフトは垣内。日本シリーズ初めての垣内スターティングメンバーです。1、2戦のラストバッターから今日はトップ。さあ藤田さんね、はい、今日のゲームの、まあ、ポイントというか、はい、1戦2戦あの工藤閣が早い回で潰れましたから、はいはい、渡辺久信がどうかですね。今日西武勝つにはですねピッチャーがぴったりと抑えてしまわないとですね、また打ち合いに持ち込むと西武は非常に苦しいですから、渡辺にかかってますよ。少なくともね5回ね、5回は渡辺がねもうどうでしょうね、2点以内、5回2点2点以内に抑えないとですね。5回2点ね、はい。昨年は一戦開幕投手、この飯田も当たってます。毎試合ヒット。ヤクルトの戦いぶりとすればね、はいはい、何かこう減点材料ありました？減点材料ですか。あれだけきっちりとねピッチャーを捕まえてしまえば減点材料は打つ方ではないですよね。それから投げる方でも予想していたピッチャー荒木がね、もう大試合に強いと言われながらも、はい、あそこまで頑張り抜いたでしょ。これはもうシリーズの先方としてはもう主君こうですよね。ヤクルトを調子づけましたよね。2戦の宮本もね荒れ球でしたが抑えて、リリーフ陣の宮本、山田、高津がね、はい、特にね高津にね点差は開いてたと言いながらねもう完璧に抑えられたのがね西武としては非常に暗い材料ですよ。本当に手も足も出なかったっていうピッチングされましたでしょ。ヤクルトは大変な大きな自信になったんでしょうしね。2番の新井、第2戦では第1打席第2打席ヒット。
アウェー、いわゆる敵地で2連勝スタートというのは日本シリーズ昭和25年から始まって過去43回のうちで8回ありますが、そのうち7回までが日本一になっています。さて一塁側のヤクルトベンチには浅妻アナウンサーがいますが、浅妻さん、はいはい、したがって野村監督の今日の表情はどうでした？あのね、昨日練習日になってまして2時間、はい、この神宮球場で練習した時にはですね、報道陣に向けてたっぷり2時間も喋りまくったと言いますかね、はい、そういった野村監督だったんですけれども、今日は一転して口数少なくですね、表情も比較的硬くで、わずかに答えてくれたのが、今日は普段吹いてない風が吹いてるなと、つまり逆風、バッターにとって逆風で、それから左から右にちょっと流れてますよね、はい、風が。でそういったことで外野守備のことをちょっと心配してましてね、西武の方は外野守備はうまいんだがなと。で、まあ、おそらく畑選手のバッティングと守備のことに関してでしょうけども、うちも来年はライトを作らないかんかなと、そういうようなことまでね、来年のことまで触れるくらいでしてね、ですからまあちょっとこの左バッターのライトへ吹く風のことについてはちょっと心配そうでしたね。でまあ 1,2 戦についてはこれはまあ連勝というのは予想外だったという言い方をしてました。1回の裏ノーアウトランナー1塁。そうですか、今浅妻アナウンサーの話ではこの日本シリーズじゃなくてもうもらったという感覚で、聞きようによってはね、もう来年の話という、今シーズンずっとね、外野の守備に関してはね、センター以外は不安に思ってたのは確かですよね。おー、ツーアウトランナーなし、新井らしかなぬ今藤田さんバッティングでしたね。なんとか中途半端だったですね、引っ張るでもなし流すでもなし、本人は引っ張りたかったんでしょうけどね。ワンエンドワンからのバッティングカウントでしたが、自分の庭に戻ってきたヤクルトナイン、この古田は第1戦ではセンター前タイムリーヒット、それから藤本からサード内野安打、この2本のヒットを打ちましたが、第2戦では3三振。ゲストの大英ホークスの山本和則さん、はい、ヤクルトの試合というのはあまり見たことないでしょう。そうですね、夜の飛行機入手ぐらいですか、はい、印象として今シーズンね、どういうものを持ってますか、ヤクルトには。いや、ようこのなんですか、神宮球場で、ホームランシーンがよう出るんですよね、はいはいはい、サンデースポットがそんなんで、はい、だから、なんですか、思い切りがいいバッティングっていうか、はい、もう、羨ましいですねしかしね、この日本シリーズでは第2戦では13本のヒットを打ったんですが、長打なし、全部シングルヒットだったんですよ、はい、やっぱり狙い球が絞れてるっていうんですか、自分の思ったところにボールが来てるから、素晴らしいミートで打ち返せるんじゃないですかね。まあ、藤田さん、それと西武の投手陣がね、はい、ややこのヤクルト打線を意識過剰というんでしょうか、1、2戦見たところではね、この1、2番はともかく、この古田からですね、古田、広沢、ハウエル、池山、畑、ハドラーでしょ、ホームランバッター続いてるんでね、はい、この辺にものすごくプレッシャーを感じて、ホームランばっかり警戒して自分のペースを狂わせたっていうところが見えましたね。ですから1戦の工藤、2戦の角にしても、はい、追い込んでも、ね、普通のスイングからでもボールボールボールでフォアボールなんてありましたもん ね、 もうね、このホームランの恐怖症でね、かなりやられたと思うんですよ。よくと大志、さあどうだ、好プレイ、いやナイスプレイ、元気ですね、ものすごこの人が第一戦でね、荒木からデッドボール受けて元気ですよね、本当
山本さんと年は どうでしたか。先輩ですよ。あ、そうですか。上です。案外若いんだね。というゲストの山本和則さんはこの10月18日で36歳になったばかりですが、その山本さんよりも年上の異次元好プレイ。素晴らしいプレイですね。何食べてるんですかね。3戦目で神宮球場に舞台が変わり、1回裏表ゼロというのは今シリーズ初めてのことです。やっとなんか落ち着いてスタートを切ったっていう感じですね。渡辺がやはりね、あのボールが少ないですよね。普通渡辺はあのボールボールでこうフォアボールっていうのを噛みながらねスタートするんですけど、今日はなんかこう非常にいい立ち上がりじゃないですか、うん、ちょっと今日はあの 1,2 戦とは違った試合の流れになっていくような気がしますね。そうすると西武サイドに立って言えばですね、はい、この流れを変えるためにはやはり先取らなきゃ、点を先取らなきゃ先制です。はい、はい、まあ、それと先ほど文田さんおっしゃった先発ピッチャー渡辺久信が5回までせいぜい2失点、はい、あのね、予想外のことじゃなくて予想通りのピッチングをずっとしてくれると助かるんですよね。これ藤田さん、はい、両極端ですよ、この表情も。2つも勝ってればね、余裕も出ますよ。5番に戻った秋山から、試合前の練習では秋山は感じ良さそうでしたね。そうですね、でも山本君ね、はい、秋山は少しなんかこう小さくかがんできたような小さいでしょ、ね、フォームがシーズン時ね、小さいでしょ、なんかやたらとこう小さく固まってるような気がして、あ、去年のフォームとちょっと違うと思うんですけどね、はいはいはい、だから今年ちょっと力が悪いですよね。彼自身にとってはプロ入り一番悪い成績でしたもんね、今シーズンは。まあ当たれば飛びますから、30本打てる力を持ってますから、40本も打てますから。これはポップフライ。ちょっと上がりすぎましたね。まあそれと逆ですからね、はい、風がちょっと首ひねりましたね、はい、だから本が小さいわけなんですよね、ちょっと若干なんか腕が思い切って伸びていかないというね。これそうすると去年だったら山本さん言ってますか。まあ言ってましたけど、それは去年と今年と違うんですけど、だからいい時の方も思い出してくれればですね。初めての日本シリーズスターティングメンバー、初球打ち上げてツーアウト。もう少し垣内のバッティング見たかったんですが、いきなりポンと、ちょっとスライダーですね。ちょっとスライダーちょっと抜かれましたね、うん、風はちょうどこの神宮球場新宿方面から吹いてきまして、北北西の風 3.4 メートル、バッターにとっては向かい風、逆風です。一戦二戦はスターティングメンバー、ショートは奈良原でしたが、今日は田辺。ゲストはダイエーホークスの山本和則外野手。今シーズンはパシフィックリーグアベレージ3割飛んで1輪で第4位、ホームランは12本打ちました。まあ、先ほどはダイエーホークスが、西武の優勝に貢献したと私ちょっと言いましたが、西武の15勝、ダイエーの10勝なんですが、はい、これこの田辺選手にやられたというようなシーンありました。まあこれはあったような話っぷりですね。なかなかこの人は一発の長打ありますからね。まあ一発でありますよ、この人。あっとバットを折りながら
ツーアウトランナー一塁で第40にとっては2本目のヒットです。これバットが折れるということはこの伊藤明光のシュートがいいんですよね、はい、シュートスライダーのピッチャーですからね。でなんとなくこう打てるんじゃないかなっていう感じで投げてくるんですけど、なかなかコースがいいもんですからね、はい、芯に当てないんですね。松本さん、はい、一塁が浅妻ですかね、はい、伊藤投手が1回終わってからの談話が入りました。で、ね、去年はシリーズ4回投げてみんなリリーフだったと思いますが、今日は初先発で思ったよりは緊張せずに自分のペースで投げることができましたと、うん、で、まあ、2塁までランナーは許したんだけれどもその後を抑えたということで言えばですね、内容的には悪くないと自分で評価していますね。なるほどね。で、まあ、せっかくいい流れで2連勝してるんで絶対これは流れを切りたくないという決意を語っています。なるほど。まあ、今の浅妻リポートにもありましたが、一戦荒木、二戦西村と、まあ、6回7回ぐらいまでその2人の先発ピッチャー行きましたから、福田さん、先発ピッチャーの思いとしてはどうしても自分もという気がそうです ね、 ね、はいはい、いや伊藤もね、これだけのベテランでもね、あの優勝を決定するあの名古屋でね、ええ、あの試合を見たんですが、ね、はい、やっぱり硬くなってましたね。うわっと、よく取った、ハーベル好プレイ。好プレイの連続ですね、ねえ、はい、今のシーンもう一回見ましょう。伊藤の当たりは良かったんです。マシンに当ててラインドライブかかってナイスキャッチですね。今度は角度を変えて、ゴッドですね打った方ついてないですね1戦2戦では内野でエラーが出たり、あるいは送球のミスがあったり、やや日本シリーズとしてはんこんなプレーがあるのかなというシーンもありましたが、水田さん、はいはい、3戦後になりますとちょっと変わってきましたね、もう閉まってきましたね、シリーズ慣れって言いますか落ち着いてきましたからね。なんたってあのいくらねベテランでも何でもシリーズとなりますとね、もう特別の感情と特別の雰囲気があるでしょ。おだからね、もう普通の精神状態ではないわけですよね。これはもう本当にね、あのなんかビリビリっとね、あの鳥肌が立つようなそんな感じがしてくるんですよね。まあ、解説藤田元さんは監督として4回日本シリーズを務められましたが、これやはりオールスターなどとはまた違うものですか。いや、もうオールスターはね、あれも気楽なもんですよ。気楽ですか、ね、本当にあのお祭りですしね、ここの人がその乗ってる力を見せてくれればいいんですけどね。これはもうチームとしての日本一を争ってるわけですからね。これでもう春からね、と苦労してここまでやっとたどり着いたんですから、何としてもね勝ちたいという気持ちが強いですからね横で、ゲストの大英ホークスの山本和則さんが羨ましそうに今藤田さんの話を聞いてましたが、そうですね、もう羨ましいですよ。まあ、山本さんはあのオールスター今年も含めて4回出て、あのオールスター男、いいところでホームラン打ったりね、随分あの活躍されてお祭り男と言われましたが、はい、まあ、全国放送ですからね、オールスターは、まあ、日本シリーズはやっぱこう勝ったもんじゃないな、いけないし、そうですそうです羨ましいですよ、本当。まあ、そういう意味ではバッターボックスのこの4番の広沢克己もお祭り男というふうに紹介していいかもしれません。昨年の日本シリーズでホームラン1本、しかし今シリーズは2本のヒットだけ、各からスライダーをライト前に2本打っただけ。おとといの第2戦では新谷のフォークボールくるくるっとバットが回って3連続三振。今日は西武の攻めが少し人選と違ってきましたね。どう違いますか。
広沢あたり見てますとね、はい、近め近めとね投げていってますよね。怖がらないで、 1,2 戦はどっちかというと近めを遠慮しながら投げて遠めで勝負をしていこうという気配が見えたんですけど、はい、近め今日はね渡辺見てますとね、さあ近め打ってみろっていう感じでね、なんて言いますか、力の入った球をねインコースへ攻めてきてます。このハウエルのピッチングを見れば今日は西武がどういう近めに対してどういう気持ちで攻めていくかっていうのは分かると思いますね。さあ見ましょう。まず初球は真ん中のカーブできました。このハウエルにも去年のようにね近めに速い球でぐんぐん行き出したら、はい、西武の攻め方が今日から違うぞという証拠だと思うんですね。なるほど。初球は変化球、その後外、まあ、開幕第一戦で工藤が1回にいきなりスリーランホームランを打たれました。その後第二戦でも角からライト前、新谷からセンター前、9打数4安打打点3。昨年は西武の投手陣が三田さんおっしゃったように内角攻めで、はい、30打数たったヒット4本しか許さなかったんですよ ね。本当に完全にハウエルを抑えたもんですからね。16の三振を喫しました。ヤクルトの力を抑えるのにはこのハウエルをどう抑えていくかにかかってると思うんですよね。今ちょっと内寄りでしたか、これ内寄り高めですね。さあこれで追い込んでズバッと膝元よりも高いね、ベルトより高いところへ攻めてこられるとねハウエルは苦しいんですよね。ここに向けて投げるかですね。ミットは中、フォークですね。フォークですね。今日は大栄の山本和則さんをゲストとしてお迎えしていますが、渡辺久信投手から8打数の2安打という、今フォークボールですね山本さん、はい、山本さんも同じ左打者ですが、はい、攻め方としては渡辺久信投手はどういう攻め方してきました。山本さん、まっすぐも投げましたフォークボールも投げましたよ、何でも、だいぶ自分の調子に戻ってきたみたいですね。初回見ちゃったら球が高かったわけですよ、はい、新井君のあれでちょっと助かったみたいな感じ、ね、ダブルプレーでね、はい、高めの球をちょっと引っ張りきれずにピッチャーゴロやったんですよね、それでちょっとだいぶ自分の球に自信持ってるんだけどね、だから今日は球が走ってると、そういう格好を持ってるんじゃないですか。これ一応スピード表示が画面の下に出ますが、はい、140キロ台ならストレート、130キロ台ならフォークボールというふうに見ていいですか、藤田さん。そうでしょ、フォーク、シュート。シュートで140キロ台出ますか。いや、ちょっと落ちるんですよ。今はストレート。大きい。どうだ、逆風だ。いっぱい。今はもう低めの方に行ってますから。もしこれ風がなければ渡辺久信、この池山顔が変わってたと思います。これストレートですね。ちょっとコースは甘いですけども、はい、高さがね低めの方に、低めだったから、それと球に力がありましたからね、はい、打ち負けましたね。そうですね、高いとやっぱ風関係ないかもしれませんけど、低めにやっぱ投げてますから、あと1メートル足りませんでした池山。真っ青に晴れ上がった神宮球場です。神宮球場で昨年は第1戦、第2戦、第6戦、7戦4試合が行われました。そのうちの3試合までが延長戦に入りました。一戦延長12回杉村のサヨナラ満塁ホームラン、第6戦は延長10回8-7ヤクルトサヨナラ、畑のホームランでした。第7戦も延長10回まで行きました。
昨年の日本シリーズ、この神宮決戦は2勝2敗。両投手、伊藤明光、渡辺久信。打席に入って、まあ、本来はシーズン中バッターボックスに立つことはありません。渡辺久信、9番からです。おお、さあ渡辺久信が走る走る走る、大歓声を上げたのは放送席のゲスト、ダイエーホークスのゲストの山本和典さんです。スライダーなんですよね、スライダーカーブと思うんですけど、引っ張ってですね、それを三塁線に持っていくと教えてもらわないかですねいやピッチャーに緩い球の甘い球投げたら打ちますよ。いや打つの見たことないでしょ僕ら彼は。そうね、そうですよね、DH だからね。バッティング練習もありますしませんしね、当然ね。いや初めて見ましたですね、っていうかいやいや、野手がヒットを打ったのが先頭の辻と、そして7番の田辺のシングルヒット2人だけだったんですが、なんと初長打外目の方の球やった、真ん中から外に。あれは辻君とかやったらライトに打ったんですけど、やつならばこれ引っ張っていったんですからねいやいや、パリーグのベスト10の第4位の3割飛んで一輪の山本和典さん脱帽です。さあこう、ね、ノーアウト2塁で栗田さん先制点という、ね、そうですね、もう元から手が出るほど欲しいセーブですが、先へ今日は行かなきゃいけないゲームですからね、お得意の右狙いでしょうか。そうですね、今そうですね、完全に一つ溜めて打ちましたからね今ぐらいの球を渡辺君がキャーンと引っ張ってあげるバッティングって何にも考えない方がいいんじゃないの。そうですねそうですね今バッター辻君は今から考えるところでしょ単純に送ってくるってことはないんでしょう。まあと思いますけどね。まあグリップからまた短く握り直して、まあパリーグ首位打者ですから、はい、辻君は、はい、まあ、どうにかあのライト方向に打っていくと思いますよ。ここは今度はバッテリーがこの古田君がインコースドーンとシュート放ってくるからね。これパリーグのピッチャーは塁に出たことありませんからね。そうでしょうね。渡辺久信ランナーは今、はいはい、あの井原三塁ベースコーチがあのサイン確認しに行ってましたが、サインもそれから動きも細かく指示しとかないと、あスタート来た、あっ、これがあるんですよねセオリーからするとセカンドランナーは自分よりも、自分の位置からですね右方向に転がった打球はスタートを切っちゃいけないというのは高校野球の基本なんですがこれがその通りなんですよね、はい、つい行きたくなるんで釣られるんですよね。せっかくこの伊原コーチがさっき言ったんですよこれはやっぱこの生徒ピッチャーがこのランナー出ますから、その辺もやっぱ練習不足というんですかね、そういうのが あると思うんですよ。まあ、それと藤田さんどうでしょうか、やはり自分が ね先発のマウンドに上がって2連敗できてる、どうしても先制点が欲しいという、そうです、そういう ね一生懸命さがね、はい、悪い方に出ましたけどもね、野手ならもう少しスタートもそれからスライディングも良かったんじゃないかと思うんですよ。間一発ですからね、間一発ですよね、ワンアウト一塁に変わって平野で、さあ今度は辻と平野の 1,2 番、ま、黄金コンビといいましょうか、ベテランコンビの一つ、そうですね、なんとかして失ったセカンドベースへのランナーを取り返したいところですね、西武はね。
1戦2戦では平野はワンアウト1塁からでも送りバントを見せてきましたが、まあ、ここは1塁ランナー辻ですから。ワンエンドワン、ここは何でもできるでしょう。何でもできます。カウントもいいですから、ここから2球ぐらいの間はヒットエンドランもできますでしょうしね。さあ盗塁は古田の方ですからね、ちょっとないんじゃないかと思いますけどね。スタート切らず、辻の盗塁は14個ありました。第2戦盗塁失敗、この古田にやられました。ワンツー、山本さん、今の辻のベースの帰り方どうでした？いや、まあ、そんなもんですよちょっと何かあるかなとい う, いそういう雰囲気は感じませんでしたか？常識だったらここのとこなんですけどね、スタート、ヒテンドラン成功、辻間二塁ストップ。ここのところなんですね、上質なラーメン。やっぱり藤田さん来ましたね、いいカウントですもんね、それと今シーズンの森監督は山本さんね、ある程度動いてくるという作戦が昨年よりも多くありません？そう、打つときはもうそんなになかったですけど。そうですか、はい、まあ、今のなんかもう平野君の平野さんのナイスバッティングですよ、バッテリーちょっと若干外しとんですよ、そこをレフトにちょーんとだいぶボールだったもんね、外へのね、よく当てたですよね。よく当てた、平野さんのナイスバッティングですよね、今のも最高のバッティングです。最優感に打撃成績第3位、3割飛んで6厘の石毛、一戦ライト前の荒木からのヒット、一昨日は西村からライト前、センター前、レフト前。1回目はライトフライでした。ここのクリーンアップですよね、もう3番、4番、5番の、おとといの第2戦では3番に秋山が座り、4月以降珍しく秋山が3番に座り、その秋山が打てず6番に下がった石毛が3安打したもんですから、打順をね、いつも通りならもっと点が入ってたのになって。石毛のところへはね、本当によくチャンスが回ってくるようにどこに座ってもなりますからですね。あー、マイバッティングだ。さあ、セカンドランナーはこっちはぐるぐる回す、バックホーム、クロスプレー、1点入った、バックアップ遅れた、ランナー2塁3塁進塁、1点先制、なおランナーがワンアウト3塁2塁。日本シリーズ初めて西武が先手を取りました。今スライダーですか？スライダーですね、先っぽだったですけどいいとこ行きましたね。うまいこと手首返したね、うまいこと引っ掛けて、真ん中よりもちょっと外寄りじゃないですか、かなり外ですよ、コースとしては悪くなかったです。悪くないですね、さすが石毛ですね。それと、まあ、レフトが荒井ということで、荒井の肩を考えてセカンドランナーの辻が、まあ、三塁ベースコーチの井原コーチの判断もありますが、思い切って本塁いきました ね。そうです。西武は走塁面がもう素晴らしいですから、すぐもう思い切って回ってきますから、守る方は大変なプレッシャーになってくるわけですよね、もう外野手が。さあ清原、西武としてはここで追い打ちをかけてこの2人のランナーを返しておくと随分楽に運びができるんですね。バックホーム体制のヤクルト内野陣ですが、清原が
今思わず山本和則さんがあっと言いましたが、なんだったんですか。甘い球ですよね。ねえ、ね、普通ならねえ、まあ1打席もうちょっと詰まってファールばっかりやったから、うん、はい、ちょっとこのシリーズ清原が差し込まれるケースが多いですね。そうですね。これなんとか、もう調子悪いのこれ打てられませんから。というその三塁側の西武のベンチのムードが変わってきました。今シリーズ会心の当たりじゃないですか今が。そうですね、1、2塁間ヒット1本打ってますけどね、はい、一戦でね、打点のね、でもちょっとなんかやっといったみたいな感じのね、ヒットだったですからね。今のは本当にきっちり捕まえて打ってますよね。投げた球は今130キロ台でしたね。スライダーでしょ。スライダーね、あー、これもそんなに悪いコースじゃないですからね。ということは、まあ、先ほど のレフトの引っ掛けたフックボールのファールじゃなくて、はい、当ててきました。そうですね、清原ってのはランナーがいるときはこういうバッティングをできるんですよね。ライトの方へ打てたりですね。さあ K が打ちました。 A はどうでしょうか。アウト2塁、そしてワンアウト1塁と変わった後、平野がヒットエンドラン、石毛レフト前三遊間を破る先制タイムリー。なおランナー2、3塁において清原センター前2点タイムリーヒット。キャッチャーのセンターの飯田からの悪送球があって清原2塁へ。ランナー背負って伊藤はスライダーがものすごく増えてきましたね。ほとんどスライダーになってきましたね。その意図は、うん、やはりホームランというのはやはり石毛にしろ清原にしろこの秋山にしろね、ホームランというのは警戒しなきゃいけないですから、やはり近めに投げづらくなってきたんじゃないですかね。昨年は4試合にリリーフしてマウンドに立ちました。先発は日本シリーズ初めてです。フォアボール無理に勝負しませんでしたね。あ、この日本シリーズこういう表情は初めてですよこれ。そうですね。2人の投球練習場、石井とそれから金沢ですね、はい、2人ともまだ今日本シリーズは登板していません。さあこの回がライオンズにとってビッグイニングになるかどうかですね。そうですね、初めてのスターティングメンバー日本シリーズの竹内。松本さん、はい、試合前に黒井コーチがですね、昨日 のワールドカップサッカーのですね、はい、アジア最終予選話題にしてましてね、はい、日本昨日韓国に勝ちました。韓国戦でしたね。レギュラーメンバー入れ替えましたよね、はいはい、でその話題になりましてね、その黒井コーチもテレビで見たと、はい、こっちもメンバー入れ替えて勝負かけるかっていうのを言ってたんですけどね、まあ、冗談に言ってたんですが、この柿内先発については将来性意外性にかけたということです、はい、まあイースタンリーグで2年連続の20ホーマー以上ということで、一軍経験3年目の今年、まあ、初めてベールを脱いだというその柿内。和歌山県の日高中津分校、平成元年のドラフト3位でまだ5年目の23歳です。
新井、ちょっと詰まってましたかね。詰まりました、まあパワー力はあるんです。甘い球打ったらこの人ホームラン打つとね、パワーありますよ。今シーズン5本打ってますから、上がった角度としては行ったかな、破ったかなと思ったんですが、ちょっと詰まってました。これで2アウトで1塁2塁、 AK の2人が走者です。先ほどはセンター前のヒット、この伊藤からは昨シーズン2打席対戦、レフトフライとライトファールフライという田辺。ツーランホームラン、スリーラン、スリーランホームラン。田辺の日本シリーズ初めてのホームラン、これがスリーラン。ビッグイニングになりました。一挙6点。伊藤明光打たれた。待ったというか、ファーッと来たから、はい、肩の方から、はい、から、だから一応頭には入ってたと思うんです。いや、伊藤も続きます、まあ、先ほどこの試合が始まる前に藤田さんに西武変じゃありませんかという話だったんですが、はい、これ打てない西武でちょっと舐められかかってたところですけどね、はい、やはり西武はそうじゃないぞというところをこれ見せましたから、ヤクルトの印象がずいぶん違ってきましたよね。あの怖さをやっぱり感じさせないとですね、勝負っていうのはタイトルに戦えませんのでね、ヤクルトの怖いところばっかり見せつけられてましたから、しかしそれにしてもこの回すごいですね。ピッチャーの渡辺久信から始まって、これすごい2打席目ですよ、はい、この人の三塁線のツーベースヒットから始まって、はい、平野辻がショートゴロで、はい、サードでピッチャーがアウトになりましたね。ワンアウト一塁からですね、ヒットヒットフォアボールレフトフライホームランですからね。そうですね、それでまたヒットですから、この回打者10人目ヒット6本1つのフォアボールも含めて田辺のスリーランホームラン一挙6点。ゲストの大英ホークスの山本和則さん、はい、これが本当の西武の力ですか。だからもう一気に行くときは行くようですよね、ええ、まあ、今田辺君がホームラン打ちましたですけど、はい、それまではまあ平野さんがこう繋いで起点並んでね、レフトに繋いで、で清原君が返し、石毛さんが返し、はい、で清原君がまた返しと、秋山君が出ると繋いで繋いで、でゴンと痛いですよね、これ。しかしこれヤクルトサイドに立てば藤田さんね、伊藤明光を、まあ、変えるねタイミングというんでしょうか。もう変えるタイミングなかったですね。なかった、変えようかなという気が起こった時にゴンとホームランですからね。これこの清原のヒットまではね、ある程度計算してると思うんですね、はい、こういうこともあるなと。その次秋山にフォアボールを出してですね、ツーアウト取れたところへ行くんでしょ。だからね、野村監督はあっといっちゃったと思うんですね。あっとね、最悪の事態だったですね、今のエンディングは。渡辺久信から始まってツーベース、しかし辻の内野ゴロでランナーワンアウト一塁から、この平野が出て、そして
石毛がこの三遊間のタイムリーヒット、この大きかったですね、あのスライダーの外寄りの難しいボールでしたもんね、これでセーブがね、はい、本当にあのこうなんていうかほっとこう今までのモヤモヤが吹っ切れたっていうような感じになりましたね、まあ、それであと清原が楽になりましたかね、はいはい、清原が2点タイムリーヒット、そして2人のランナーを置いて2アウトランナー1塁2塁からこの田辺スターティングメンバー初めてが2アウト追い込まれた日本シリーズ初めてのホームランがスリーランホームラン、待ってましたって感じですよね、畳みかけて打者10人ヒット6本一挙に6点、自分がヒットを打って6点もらって藤田さん楽になって狂わなきゃいいですよね、まあ、ペナントレースと違いますからね、あの気持ちが全然違いますからそういうことってあります、楽になってくることってあるんですよ、そうですか、ね、初回に、ね、何点ももらってこれはね勝って当たり前みたいなピッチングしなきゃいけないと思うとね狂っちゃう時があるんですよ、まあそういうことないと思いますけど、7番からです、第2戦のヒーローでした、このイニングをね、はい、渡辺がきっちり抑えますとねいいんですけど、このイニングはちょっと荒れてきますとまた試合がもつれる条件を作ってしまいますんでね、球の力、まあ非常にこうある人ですからね、そうなんですね、だから自滅的なピッチングが多いんでフォアボールを絡まさないことですね、どうだという感じでもうストレートで押してき始めましたよそうですね、まあ、もうどんどんありし今ナイフカットですね、畑君は今のところ、スリーランを打った田辺現金なもんで、藤田さん、はい、一戦二戦とは全然動き違うじゃないですか、そうですね、なんかこうパッと明るさが出たような気がしますね、おなんかもうモヤモヤしてたでしょうね、西武はね、あまりにも一方的な試合が 2試合続きましたから、しかも一戦二戦では残塁12、12という ね、さあ今度は2勝0敗とこのままいけばその4連勝もあり得るという、まあ、勢いに乗っていたヤクルトスワローズがこの第3戦で6点差をどう追いかけていくんでしょうか、まあ、ただじゃ済まないでしょうけどね、ハドラーという人は面白い人で真ん中のストライクは打たずに何か難しいボールをヒットするんですよね、あのバットをただぶつけるだけのバッティングをするんですね、特に追い込まれますとね、はい、非常にあの何でもバットをぶつけてくるんですね、あれ一昨日の第2戦だったでしょうかね、あの新谷の難しいあのスライダーをね、バットを放り投げて三遊間タイムリーヒット打ちましたもんね、もう一回田辺、これで2アウトランナーなし、3回の裏ピッチャーに打席が回ってきまして代打は真中です、ということは伊藤明光3回6失点でノックアウト、今年のドラフト3位のルーキーです。
宇都宮学園時代には甲子園にも出ました。日大から今年ドラフト3位で入った22歳。この日大時代にはコートでこの神宮球場キャプテン、ちょうど1年前ですか、今頃の秋優勝したメンバーです。いや、野村監督はかなり期待している選手ですね。素晴らしい。バット止められると何も苦しいですね。バットしかも144キロ。でも思い切って振ってますし。お、今のところ西武のダグアウトの笑顔、そして握手さえしている姿も見えます。いやいや、ほっとしたでしょう。6対0、先発の伊藤明光がノックアウトされまして、4回からは2人目、この金沢がマウンドに上がりました。昨年も日本シリーズ中継ぎとして経験していますが、今シーズンは1勝1敗という成績です。この交代は藤田さん、しょうがないですね。この金沢がなかなかね、いい仕事をするんですよ。打ちづらいんですよ。西武としてはですね、勢いを盛り返して対等な気分に持っていくのには追加点を取らなきゃいけませんよね、はい、これで1イニングだけでね、はい、あと取らないとまた元に戻ってしまう、そういう気分が出てしまうんですね。これコツ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 と1点ずつでもいいから点を取っていくと、随分これからの試合、明日からの試合に違ってくるんですよね、うん、ということはこの金沢の役割というのは大きいですね。大きいんですよ、1番からです。先発の伊藤が1回から3回まで54球、被安打8、田辺のスリーランホームランもありました。失点6、自責点5。我々素人からしますとね、6対0、あ、もう今日はヤクルトはダメだろうと思う人も多いと思いますが、ベンチの中で監督の立場からすると伊沢さん、どういうものなんですか。とんでもないです。とんでもないんですか、はい、このシリーズだけはね、絶対にもうこれでよしという点数はないですから。お、風は若干左から右に変わりました。それでもバッターにとっては逆風アゲンストです。ゆったりと落ち着いたその観戦風景、このスタンドはライオンズファンです。先ほどこの平野がワンアウトランナー一塁、辻を置いてのバッティングは素晴らしかったですね。そうですね、味がありましたね、この左ヒットと書いてある2打席目のことでした。カウントワンストライクツーボールとした後ヒットエンドラン、ゲストの大英ホークスの山本和則さんも36歳、プロの選手にあまり年のことを言うとあれですが、この平野は38歳、まあ、今シーズンも羽生だとか去年の日本シリーズで大活躍した大塚あたりにね、ライトのポジションどうかなと思われたんですが、山本さん、左
平野頑張ったじゃないですか。強いですね。ねえ、本当何食べてるんですかね。先ほど横もそう言ってんじゃない。いやいや、内毛さんとか元気ですからね。何食ってんのかなって。本当なんでそんな元気なのかな。山本さんは何を食べて元気なんですか。あんま食べないでしょうね。カレーライスとか焼き肉が好きですから。いいもん食べたんでしょうね。今日もタイムリーヒットを打って石毛、これで8打数の5安打ということになります。あの先制打はナインに与えるその気持ちの上でのね、はい、そうですね、効果というものはものすごいものがありました。パッと明るくなり、させましたからね。先制打ですからね。しかもあの伊藤昭光の外寄りのスライダーを引っ張ったわけですね。三遊間、あっと、ハウエル、ナイスプレーですね。これでまたヤクルト、よしよしって感じですね。行くぞって感じですね。もう一度見ましょう。さっきはライナー、伊藤のライナーを三塁バックハンド掴み、今は三遊間、時々あのハウエルに変えて、この後守備固めもあるんですが、そういう必要はありませんね。これは今日はないですね。ないですね。ただ前がね、少し難があるんですよね。ヤクルトの2勝0敗で迎えた第3戦は思わぬ展開を見せて、これから中盤に入ります。ここからですよね。またヤクルトはヒットの数はまだ1本しかありません。この回トップバッター2巡目に入っていきます。3とありました。第1戦香取からライト前、藤本からライトへのタイムリーツーベースヒット、第2戦新谷からセカンド内野、今日1回目フォアボール。こうなりますとピッチャーの渡辺久信が完投ということは藤田さん頭の中にどのぐらい描くもんですか。いや、それは考えてないでしょ。考えてないですか、うまく打った、右中間破った、飯田は二塁へ俊足、さあ3つどうだ、ちょっとライトに突っ込むのが良かった、ノーアウト三塁。ヤクルトスワローズこの試合2本目のヒット、第2戦では13本のヒットを打ちましたが長打が1本もありませんでした。久々の長打、まっすぐですね。まっすぐ、ええ、そしてこの後2番の新井、3番古田、4番広沢というオーダーです。点差は6点、セカンドの辻が後ろに下がりました。ファースト清原も後ろに下がりました。この位置です。これも6点差ありますから、もう1点はもうやるよと。そうです、ランナーを溜めないことですね、ランナー溜まりますとね、3点ぐらいすぐ入ってきますからね。長打がありますから。この新井は昨年渡辺久信に対して逆転をするライト前のタイムリーヒット1本があります。その後がセカンドゴロと三振とファーストゴロとフォアボール、4打数1安打1打点、
今日1回目はピッチャーへの偵察だ。サードランナーはスタートを切って本塁へ1点返しました。これは藤田さん、お互いに予定の行動ですね。そうですね、はい。3番キャッチャーは古田。1点失ったことによるその渡辺久信のこの1点はもうね、それほど影響ないと思います。影響ないですか。これは相手をランナーに出して、はい、その後の1点ですとまた違ってきますよね。神宮球場に東京音頭が流れます。いや、今古田の映像を撮ってますが、そのライト側、一塁側、なんとなく異様な雰囲気になってきました。さっきまではこのビニールのグリーンの傘が立って踊ってふわりふわりと踊っていました。独特ですね、これはね。古田がね、少しこの前の第2戦あたりからちょっと違うんですよね。ちょっと荒っぽいって言いますかね、ボールの見極めが早くなったようなバッティングしてるんですね。1,2 戦合わせて5三振。特にファーストストライクはね、はい、めちゃ無理というとちょっと言葉あれかも分かりませんが、ものすごいスイングしてきますもんね。そうですね、ものすごい山張って思い切り振るような感じがあるんですけどね。しかし1戦2戦2試合いずれも打点付き。あっとフォークボール。日本シリーズ6個目の三振。挟んでますね。いいとこ押しました。広沢1回目ショートゴロ。日本シリーズでは5連勝中です。一戦駆動、二戦核、3回持たずにノックアウトされました。森監督がうちはピッチャーで持っていたチームで、それが2試合続けてその先発が3回持たんというのではもう話にならんと、ピッチャーが悪すぎるということだったんですが、今日は打線も爆発。この回1点は失いました。しかしその後の3番古田、4番広沢を抑えました。神宮球場第3戦4回を終了して6対1です。頭の痛かった森重和ピッチングコーチ、はい、今日はいいでしょう。ただ渡辺がね、はい、急に乱れることがある、それだけ心配でしょう。ですから2回からね、西武の杉山香取っていうところがもう十分に作ってあるんですね。あ、やってますね、今、はい、ですから今日は何かあれば西武独特の抑えの3本柱ですか、はい、これがいつでも出られる体制を取ってるでしょうね。藤本と今内山の2人がやってますが、まあ、これまでそのトリプル
ストッパーが出てくるチャンスがなかったんですよね。そうなんです。香取だけかろうじてね、出て早めに出てきたんですけども、あの1点を取られてちょっと西武の試合運びが狂ってきまして、であの内山とかあのに変わってしまいましたですよね。まあ、試合前にあの黒江コーチがね、早く王手をかけたいというヤクルトの心理をついていきたいんだと、そこを抑えていきたいと、西武はやっぱり強いんだというね、そういうイメージを残すような試合展開にしたいということは、先手で早くたくさん点を取ってトリプルストッパーを使う展開に持っていきたいと、はいはい、その通りですね。その通りになってきましたですね。ですからもう5回に来ましたからね。ですからもうあのトリプルストッパーを十分使える形になりましたよね。山本さん、清原のさっきのね、あのセンター前の2点タイムリーヒット、あれで打者というのは1本ヒットが出ると、出ますよ。あ、でも正面つきました。はい、正面来ましたですけど、はい、あ、今のはバット振ってました。今正面飛んだだけですよ、はい、というと彼自身の気持ちからすれば満足 できるバッティングかどうか。今はそんな悪いんじゃないですかね。悪くない大きく振ってますよね。今は正面飛んだだけで、はい、その前の、まあ、このセンター前打ったんですけど、はい、十分あの、オーバーフェンスですか、はい、そういうのを何回も見てきてきましたから、僕らは、彼の本来の調子ならばですね。そうすると、まあ、秋山あの第一打席であわやホームランという左に切れるあの副系統のですね、大ファールがあった。しかしその後センター前2点タイムリー打った清原は、藤田さん、そうしますともう気分的には全部違うでしょうね。そうですか。もうあと秋山です ね、この人です ね、秋山が本当にあのきっちりした、まだあの本当の秋山らしいのは山田からセンターへ打ったホームラン1本切りですから、一戦の9回です ね、そうですね、あれはもう試合がだいたい消してからのホームランですから。そうでした。先ほどの回から先発伊藤昭光をリリーフしましたベテラン金沢。松本さん、はい、先発の、ね、マウンドを降りた伊藤の話ですがね、やはり調子は良くなかったと。最初はいいと言ってましたでしょ。あらあら、元気なもんですね。そうですね。いい当たりだ。文句なし、文句なし、素晴らしい当たり、秋山文句なし左中間。当たればもう文句なしだよ。バットが次に当たれば文句なしとどこでも入ってくる。日本シリーズ12本目のホームラン。これで歴代日本シリーズ単独第3位のホームラン。問題は秋山君、ランナー降りてくるだけなの。秋山君、こんなこと言ったら申し訳ないけど、はい、もう文句なしです。もうどこの球場でも打った球は、藤田さん、なんか真ん中、今度は垣内ですが、これで真ん中高めの平凡な、はい、あまり変化のない球だったように見えましたね。しかし秋山がフルスイングすると飛んでいくんですね。いや、本当大変なバッティングですね、飛距離はね。だから今もう垣内君もボーンって打ったんですけど、はい、秋山君ゴーンって言ってます。ゴーンですね。もうあっという間にホームランは防げませんし、先ほどスリーランホームラン。でも田辺君の場合、1打席目バット折りながらヒット打ったじゃない、はいはい、これがだいぶもう気分あのやっぱこうバッと乗っていったり、ね、なるほどね。あのセンター前がバット折りながら、バットが真っ二つに折れました。あ、狙ってきた。そこにでもスーッと甘いカーブを打って待ってましたってかっこいいよね。
松本さん、はい、さっきの降板した伊藤の話を続ければね、渡辺久信のツーベースでおかしくなって石毛のあのレフト前ヒットで調子を完全に崩してしまった、そういうふうに話してましたね。で印象として今日の西武は初球からどんどん打ってくると、ですからコントロール甘い球に気をつけないといけないなとずっと思ってたんだと、まあ、結果論ですよね。これもね、第2戦であのヤクルトは4年続けて各投手の ね初球を打ってきましたね。初球を打って4連打でしたよね。池山内野安打ということは今日は確かにそうですね、スコアブックを見ましてもこの3回の攻撃はファーストストライクを全部打ってますね。そうですね、やはりあの反面教師じゃないですけども、あのヤクルト あの成功したのを見てやはり積極的に行こうという気持ちが西武にもやはり、ね、見習ったんじゃないですかね。なるほど。いや特にあの伊藤はコントロールがいいですからね。これで早くもヒットの数が2桁10本になりました西武ライオンズ。松本さん、はい、今ヒットで出塁したそのタラムのホームランダウンはちょっと遅くなりましたかね。はいはい、肩口からのカーブだったそうです、でちょっと先っぽだったので、まあ、頭を越えるとは思ったんだけれどもスタンドに入るとは思わなかったそうです。まあ、打線がそこつながっていたんで勢いで打てましたという話をしていましたね。なるほど。勢いで打てたその打線のつながり、まあ、その田辺の談話ですがそういう言葉が1戦2戦では藤田さん全然あの聞かれなかったんですよ。つながりませんし勢いもありませんでしたからね。5回までで2桁10安打伊藤も今日ヒット1本。ちょっと今は腰が引けました。スリーアウト。しかし秋山のどでかい一発が飛び出ました。1点追加。先ほどの回から変わっている金沢打たれました。日本シリーズ12本目のホームラン、今シリーズ第2号のソロホームランのシーンです。もうレフト新井、センター飯田、2、3歩スタートを切っただけ。ちょっとスライダーしましたかね。しかしこの秋山のホームランでね取り返された1点をねすぐ取り返したでしょ。5点差をまた6点差に持っていったでしょ。これあのリードを守ったっていう意味では非常にあの安心感のあるホームランですよね。ここまでの展開というと1、2戦は相手グランドで勝ち、神宮に今日第3戦中1日休んで舞台を変えたわけですが相手のホームグランドでこちら西武リード、どうもうち弁慶シリーズではありませんね。なんか西武あのシーズン後半から引きずってたものが、はい、あの石毛のヒットからなんかそれが吹っ切れたっていうようなところが見えますんですよね。非常にあの活発になってきましたよね。今日はこの清原が3回2点タイムリーセンター前ヒット、そして秋山が金沢から左中間にどでかい一発のホームラン、 AK が当たります。うわあ、手がつけられなくなりました。あのセンター前からタイムリーから変わりました。まあ、先ほどはいい当たりのサードゴロだったんですがゲストの山本さんがいい当たりで本人も満足しているはずだという話がありましたが、まあ、先ほどはもうちょっとハード飛んだだけで、はい、半打席目は、はい、ナイスバッティングですね。さっき正面でしたもんね、だからまあ振ってましたよね、さっきと同じような、はい、引っ張る気持ちが出てきましたよね。さあの昨日おとといまではなんとなく当ててセンターから右へっていう感じが多かったですよね。はい、松本さん、はい、この秋山のですねホームランダウンです。打ったボールは外目のスライダーだったそうです。チームのムードも出てきたしいい感じで打てたということで、まあ、ベンチの雰囲気が非常に良くなってきたということを強調してました。なるほど。
一戦であの9回に山田からバックスクリーンにホームランを打ちましたが、何しろ、ずっと、まあ、ずっと昔といいましょうか、86年の広島戦第8戦でホームランを打って以来9本、彼が打てば負けたことがなかったのはその第1戦で負けゲームでホームラン。初めてスターティングメンバーに起用されている6番の柿内が入ります。スターティングメンバーピッチャーの渡辺久信もツーベースヒットを打っていますが、スターティングメンバー9人の中でヒットはないのはこの人だけ。バッターとして山本さん、他の人がまあね、8人ヒット打ってるのに自分だけ打ってないという。ありますよ、それありますか。ありますよ、これそんなだから取り残された感じでね、周りからも言われるんですよ乗り遅れてるバスが出るぞって言われるんですよね。あ、バスが出る乗り遅れてるぞって言うんですよね。今日はそういうその冗談を言える雰囲気がありますからね、ベンチにね、ペナントレース中にはホームラン5本。まあ、特に、まあ、このメンバーの中で若い人でしょ、はい、口のうるさいコーチにな、はい、チク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 言われるじゃないか誰だ誰だって打ってないの誰だってベンチの中歩きながらまあ、おそらく大江のベンチなら、今日ゲストの山本和則さんが行って歩くタイプの方なんかもしれませんが、いや、うちの個人はそんなないですけど、そういうのを超えてきますわ、大江のベンチまで。あ、そうですか。だからピッチャーが この人あたりが言うんですかね。いや、僕は知らないですよ。バッティングコーチは片平、はい、しかし今日は片平コーチご機嫌でしょうね。そうですね、ダブルプレー、いいプレーでした。マジですね。今日はこのハウエルの守備が光ります。7回の表まで来ます。今日はベース寄り、あるいは三遊間寄り、ハウエル、ハドラー、広沢。1戦2戦では合わせてエラー3つありますヤクルト内野陣ですが、今日は素晴らしい守備です。ライオンズ選手の交代知らせいたします。レッドの垣内に変わりまして小橋田が入ります。6番レッド小橋の背番号4。レフト、トマシノが入りました。スターティングメンバー、垣内が3打数、4打数ノーヒットということで、そのトマシノがレフトに入ります。試合が始まって1時間50分近くになろうとしています。回は7回。投球練習場、トリプルストッパーではありませんで、なんとこれ工藤ですね第1戦で早々とノックアウトされた工藤が、まさか今日こうやって明日の第4戦先発か。今日そうですね、もう一回行かなきゃいけませんね。今日はちょっと調整じゃないですか、まあ、リリーフ何かあればちょっとぐらいは出るかも分かりませんけども、はい、まあ、ここまで来れば杉山、塩崎でもういいんじゃないですか、
ということは工藤のワンポイントでしょう。ピッチングを一塁側の野村ヤクルトはどういう目で見てるんでしょうかね。そうですね、ないですよないと言いますと、リリーフはないないでしょう。ということは明日の先発、いやそれは分からないですよ、調整だけです。調整だけで、今日は2回目のウォーミングアップですね。はい、こちらが塩崎です。もうじゃあこのウォーミングアップは仕上げのウォーミングアップですかね。リリーフもあるかというところから軽快なフットワークを見せました田辺。今日はスリーランホームラン。古田おかしいですね。ちょっとおかしくなりましたよ第2戦から、これどうでしょうか、まあ、ヤクルトの投手陣がね、まあ、思いのほかいいというと失礼かもしれませんが、荒木、宮本、山田、西村、高津とその、まあ、好リードが光りますよね。リードの方も完璧なんですけどね、ただ初戦にデッドボールがありましたね、はいはい、これ意識してじゃないんですけども、はいはい、こういうものをね捕まえて相手のベンチからね、はい、ちょっと脅かしがかかることがあるんですよ。荒木が1番辻、3番の平、石毛にね、石毛なんかに、だいぶきつい当たりだったでしょ、はい、で出られるか出られないかっていうような、はいはい、ですからああいう時はね相手のベンチからかなりやられるんですよ。お前に行くぞとかね、お前がやらせたんじゃないかとかねこういう親父が気になりますとね、ちょっとバッティングが来ることがあるんですね。古田もシーズン中も各チームからだいぶ攻撃を受けましたからね。キャッチャーってのは本当に気の毒な商売で、座る位置は必ずここです。野村監督の前、丸山ヘッドの前、また田辺。今日田辺のところに行くところが多いのはこれ山本さん、なんか原因考えられますか。ショートゴロが多いというのは、まあたまたまかもしれませんけど、まあ、センター中心に打ち返すようじゃないですかね、ヤクルトの方も、はあ、それとね、うまいこと近めの球をね打たせてますよね。そうですね、抑えられてますね。ハウエルはフォークボール三振と、そしてセカンドゴロ、これは辻のファインプレーに阻まれたヒット1本損したセカンドゴロでした。昨年は渡辺久信からスリーランホームランを1本打ちました。そしてツーベースヒットも1本打ちました。そのスリーランホームランは第5戦のことでした。第1戦で工藤から1回にスリーランホームランを打って、昨年苦しんだその意地を見せたんですかね、鬱憤を晴らしましたね球数が間もなく100球になろうとしているんですが、序盤中盤もう7回に入ってきましたが、変化という意味では皆さんどうですか。全然それは感じませんね、全然好調ですよね。相変わらず140キロ台の力のある球がいきますが、フォアボール、ツーアウトで一塁で、これが与えたフォアボール、ここまでわずかに3つです。昭和61年の広島戦第6戦に先発で勝ち投手、第8戦でリリーフで勝ち投手、62年巨人戦で第1戦先発勝ち投手、平成2年ジャイアンツ戦1戦5対0と完封シャットアウト、平成3年広島戦第3戦先発1対0完封、日本シリーズ現在5連勝中という渡辺久信。池山はライトフライとセンターフライ、
さあこの場面で藤田さんね、はい、一戦二戦と同じようにバットをやや短く ね謙虚な気持ちで、打てと言われているそうですが、そういうふうに短くしましたよ。ずっとあの短く持ってるんですよね、池山はね、いくら短く持ったってね、振りが速いですからね、もう平気でホームランになるんですよ。短く持った分だけ飛ばないかって決してそうじゃないんですよね。でその代わりもすごくあの正確度が良くなりましたよ、ちょっと短く持ったから。今日は2つの飛球ですが、この池山は渡辺久信から去年ツーランホームランを1本打っています。スライダーのスライダーをタイミング外されて打ってるわけですよね、はいはい、石毛が渡辺久信に謝ってます。森コーチが行きました。1点失っていますが、あれは4回のことで、先頭バッター飯田のスリーベースヒットの後、新井のセカンドゴロで1失点。その後はピシャッと抑えていた渡辺久信。バッターは7番ライト、まあ、先ほどゲストの山本和則さんにその攻略を渡辺久信を伺ったんですが、調子づかせたら難しいという話がありましたが、藤田さん、はい、藤田さんならどうやってこれ渡辺久信を攻略しますかね。いやいや、本当に調子づかせたら、あの対戦もしましたけどね、本当に力がありますしね、はい、決まり出したらそう簡単に打てないんですよね、だからあの自滅してくれるのを待ちながら、そのチャンスを待ってるっていう感じに持っていかなきゃしょうがないですよね。なるほど。その、平成2年の巨人戦の日本シリーズで第1戦にこの人が出てきて5対0と、はい、1点も取れなかったんですね。そうなんです。藤田巨人はね、調子が良かったんで、悪い時には当たれなかったんです。本当自滅するのまずくないですよ、そうね、いい時は本当に手がつけられる。そうすると今日自滅しませんよ、これフォアボール出しませんか、なかなかね、しませんね、今、池田さんがエラーしたからですね、そういうとこからしかないんですよ、もう。おっまだ余裕あります。まだあるんですよ、これ通信機だと思ってるんですけど、ユーストラで2ボールだから、池田さんが面白くしてくれたんですけどね。そういうあの今のようなガッツポーズをちらっと私思い出したのは、10月6日の藤田の近鉄戦でね、2対1、1点リードの9回に、あーっとフォークボール、これがあるんです。武器持ってますから、最後はフォーク、やっぱりウィングショット持ってますからね、素晴らしいボール、特にこの旗っていうバッターはフォークボールがね、はい、非常にバッチングうまいんですけど、フォークボールはね簡単にあの空振りするバッターなんですよね。タイミングがあのポイントがうんと前だもんですからね。素晴らしいボールなんですよね、バッター出てしまうんですよ、あれ崩れかかったところ、その最後自分の武器のフォークボールで踏ん張りました。
日本シリーズで初めて見せる野村監督のこういう表情です。日本シリーズで初めて見せるこの渋い表情に変わった野村監督ですが、今日はなんかちょっと手の打ちようがないなっていう感じですね。ありませんね。あの渡辺がいいもんですからね、はい、糸口が見つからないですから。そうするとこういう時点でベンチの中にいてその采配をする監督というものはもう今日はこれはあかんと、いやいやそろそろ思い そんな気持ちはないですけどね。ないです。明日のことは考えますけど。明日のことは考えるようになる、ええ、すごいですね。3の3の3打点、はい、今日は西武のバッターもその池山のショートへのゴロというのも多くなっています。今日はやっぱり田辺を使って正解だったですね、はい、正解だったですね。守備で奈良原で守備固めで 1,2、はい、戦は行ったんですけどね、はい、今日は攻撃型のオーダーを取って奈良原ではなくて田辺先発起用ですね、はい。途中で変わった先発垣内以外は全員がヒットを打っています。その垣内はベンチに下がって現在6番はレフト苫篠です。こうなりますと、まあ、昨日1日休んで球場も違うから気分も変わるだろうと言っていたその森監督の狙い通りの展開です。藤田さんの場合には、はい、4回の日本シリーズ中開幕から2つ連続で負けたというのが2回ほどありましたが、はい、その時にはその2つ球場でやって変わりますね今度、ええ、その時の移動というのはどんなことをあんまりねやりました。もうそこでジタバタしないでですね、もう本当に自分の持っていることそれからシーズン中やってきたことそのままやろうやと、はい、あんまり硬くなるのは 1,2 戦でいいじゃないかと、はい、いうのはかえってリラックスする方向へ持っていったつもりなんですけどね。リラックス相手 のやることもみんな見えたし、はい、顔も覚えたし、はい、だいたいみんな分かっただろうということですから、最初やっぱりねユニフォームも違いますし見たことないユニフォームですね普段、はい、解説の藤田元志さんは日本シリーズ4回昭和56年の大沢日本ハムを4勝2敗で破っての日本一、58年広岡西武と対戦、この時には、逆転サヨナラというそのシーソーゲームの日本シリーズを展開、3勝4敗7戦までもつれ込んでの、ま、歴史に残る日本シリーズを見せてくれました。平成元年扇近鉄、その時には3連敗の後逆に4連勝、確かあの時には近鉄 のピッチャーの一人がですね、今年のジャイアンツは、どっかのチームよりもロッテよりも弱いという、ね、発言があって、その時に聞いて藤田さんどういうふうに思ったんですか。言われてもしょうがないなと思ってたんですけどねそうですか、本当に悪かったですから、はい、選手たちがね、はい、怒り出したんですよ、はい、ね、バカにするなと、はい、それからですよ急に元気が出ましてね。ですからもう今日もね試合前に野村監督は言葉数少ないんですよ、めったなこと言ってね、寝た子はそのまま寝かしておいた方がいいですよね起こさないようにした方が
言葉なんかは気をつけますよね。相手をちょっと傷つけるようなことは絶対言わないようにしないといけないですね。しかし今日の一戦でですね、そういう気持ちはもう全くなくなりますね。そうですね、多少ね、ああいう戦い方で2つ勝ちますとね、甘く見がちなんですよ、選手たちもね。何に対してもないぞ、それがいい方へ出るかね、油断となって出るか、大きな差ですからね。しかしこれ7対1で6点差でワンアウト1塁でピッチャーの渡辺にこうやってバントを、これはもうバントでいいですよ。そうですか、ちゃんと手にも当てないし、ランナーもオフレートなれば一番いい、それで親子はそれで済みますからね。ピッチングコーチ、森コーチの立場からすると、三振してこいと、そういう気持ちでいいんですよね。で、これからもありますんでね、このランナーを進めるのが役目ですから、バントをきちっとすることが大切ですけども、ただこういう時心配なのは手に当てたりですね、デッドボールで変なところに当たるようなのが一番心配ですから。何しろバットを持ってゲームに出たことがありません、ペナントレース。しかし高校時代はね、この人も前橋工業高校でエースとして活躍して、主軸バッターとしても活躍した人なんですが、高校野球の時の主力がプロでピッチングに専念すると打てなくなるもんですね。しかし今は珍しいことやりましたよ。そうですね、なかなか西武首脳陣はピッチャーに対しても要求度高いですね。守備をかなり崩してきますんでね、余裕もありますし。ランナースタート、バスターエンドラン、ツーアウトで2塁と進みました。思わず藤田さんがほーっと、全通からね、バスターエンドランですよね、なかなか普通じゃこんな作戦は取れないですけども、空振りでもしてセカンドフォースアウトにされると、セカンドで殺されますと、ゲッツーですからね、もう1点取っておけば本当に安心ですからね。今日の辻は初回にレフト前のヒットを打ちました。その後は抑えられます。第2戦の24日に誕生日を迎えました。その時には敗れました。自分の誕生日に日本シリーズのゲームがあったのは、3回あったそうです。1勝2敗だそうです。3割9分5厘はパリーグの出塁のナンバーワン、首位打者と同時にもう一つのタイトルも取りました。この日本シリーズが終わりますとですね、記者投票でもう締め切り終わってるんですけれども、 MVP の、記者選出によるね、MVP その候補と言われていますが、よく働きましたもんね、腰痛、腰を患ってね、4月は間に合わなかったんですよね、5月から出てきたんですよね、それでもしばらくはまだ本物でなかったですからね、今日ゲストの山本さんも、4月はあまり良くなくて、夏あたりからぐんと上げて3割をキープしてきたわけですが、いや夏も悪かったですよ僕は。いえいえ、それでもさ、痛い腰です。あ、大丈夫大丈夫。しかし辻君はもう腰痛めとって、この成績ですからね、すごいですね、腰治っとったら粘るとんちゃう。元気ですわ、彼も、両方打てるから強いですよね。
そして次のバッターが平野ですが、森監督が出てきて一塁代走でしょうか、あるいは代打でしょうか。代打でしょう。鈴木健ですね。今日は余裕があります。バッター平野に代わりまして鈴木健、バッターは鈴木、背番号8。3戦4戦5戦は指名代打制はありません。したがってこのいつもは指名打者鈴木健、今日は代打で登場です。9打数3安打打点1、今日は2桁12本のヒットを打っている西武打線。1戦では荒木からライト前のヒット、2戦では西村からセンター前のタイムリーヒット、そしてセンターオーバーのツーベース。この人も山本さん、はい、まあ、指名打者としてね、鈴木健ですがレギュラー獲得しましたもんね。そうですね、こういうところ意外とちょっと嫌なタイプなんですよね、こういうところで。この人もパワーありますからね、当たったら飛ぶんですよ、はい、ホームラン13本。こういうところでこの人もゴーンと打ちますからね、嫌なんですよね。まだ23歳、若いからね。うまいバッティングだ。三塁ストップ、2アウトからでしたが当たりが強すぎました。満塁、代打策成功、鈴木健。これでまた嫌なバッターが来るんですよね、石毛選手と。こうやって見ると今日の鈴木健に代わって代走は吉武です。こうやって見ると、まあ、我々のこういう見方があるのかもしれませんが、リードしているチームがいいようにいいように見えますね。よく、うん、なるんですね。あ、ね、あの本当にあの勢いっていうのはバカにならないもんでね、はい、いい方がいい方に転がっていくんですよね。ポテンがヒットが出てみたりですね。見てください、この数字、10打数5安打、今日先制タイムリーヒット。あ、真ん中の球、カメラ撮ってもなんとかここ2アウトですから頑張ってもらいたいですね。本当ですね、ここで取られると本当に完全にダメ押しもいいところですからね、渡辺のピッチングから見ると本当にダメ押しもいいところで何の希望もなくなりますから、強手ですから、なんとか。現金なもので、放送席もヤクルトの応援をし始めました。シュート詰まった。三者残塁で追加得点はなし。8回の表、西武ライオンズ2人目のピッチャー金沢踏ん張りました。4回に1点は失ったものの、5回、6回、7回とその3イニングスノーヒットに抑えている渡辺久信。藤田さん、はい、7対1という展開でこれ渡辺久信がそのまま1人で
行く展開、はい、あるいはトリプルストッパーまだ投げていない杉山あるいは塩崎を投げさせてみたいという森監督の思惑、うん、その辺どうでしょう。それもあるでしょうけどもね、まあ、あの2つ負けてますからね、やりきれないんじゃないですか。一番安全にお大事に今日はそっと勝ちたいと、このまま流れよく勝ちたいと。で、あの後ろの杉山の塩崎っていうのはもう本当にいつでも出てましてね、あのリリーフにはもう完全に慣れてますから、例えば日本シリーズといえどもそう計算違いはないと思いますんでね。ということは一番いいのがそのままこの渡辺久信が一人で投げ切る、ね、はい、ええ、まあランナーを貯めるようなことになればね、これはもう出すことになるでしょうけども、このままでスッといけばね、一人ぐらいのランナーを出してならばできれば渡辺でいきたいと、そういう気があるでしょう。それは隠しとくという意識もあるんですか、ね、そういう意味よりこの試合をしっかりと取りたいと、はあ、あの流れを変えたくないという気持ちが強いですしね。1戦2戦とヒットがありますが、今日はショートゴロと三塁のフライ、新外国人であのミミズを食べるとかアリを食べるとか思いますと、雨で中止になった横浜スタジアムで水中ショーなどを見せてくれた話題豊富なアドラーヒット、3試合連続ヒット。このボールを取ったライトは先ほど代走に出た吉武がそのままライトの守備に入っています。その吉武の前に詰まったハドラーのヒット、そしてハドラーに変えて代走トマシノです。そのハドラーのチーム、これが2本目のヒットです。まあ、ハドラーらしい藤田さんヒットでしたね。そうですね、あハドラーの持ち味ですよ、もうどっちどうか分かんないっていうバッティングですから。さあ代打の今度は金森が起用されました。おランナー二塁へ行きましょう。ヤクルトはこれを待ってたんですね。そうなんですよね、なんとか自滅を してくれるように手がないというヤクルト。やっとブルペンがはい、動き始めましたね。杉山がやってますね、はい、今塩崎が塩崎、ね、急に始めました、はい、さあトリプルストッパーのうちの2人、しゃがんでるのは香取です。塩崎と杉山、早くマウンドを見たいというね、はい、あの気もありますが、さあベテラン金森、今シーズンは46試合に登場しました。今日本シリーズ初登場、この人が藤田さん、あの西武にいた時に日本シリーズジャイアンツ戦で、ね、活躍しましたもんね。そうなんですよね、レフトオーバー打たれましてね、あれ第6戦だったですかね、はい、痛い目にもうレフトオンと前に出して前にしか飛んでこないだろうと思って頭越えられたんですね、江川からでしたかね、そうです。その金森が打者を走者を進めてワンアウト三塁トップです。今日はこの飯田だけが渡辺久信を無事崩すという形をとっています。スリーベースヒット、あれは4回先頭打者として直球を右中間右方向に打った打球でした。後の2打席はフォアボール。
これは犠牲フライにはなりそうだ。秋山サードランナー戸間島今スタート2点目、7対2。まあ、ボイチャレですけれどもヤクルトサイドからすればあっけなく1点取るなよと、もっとランナーたくさん出せよという思いにもなりますが ね、もう貯めたいところですからね、西武としてはもうこれでいいわけですから、ランナーいなくなってくれればいいわけですからね。何しろ今日はヤクルト打線はヒットを打っているのは1番の飯田と、そして8番の先ほどのハドラーのヒットたった2本。1点取って東京音頭が流れる神宮球場、しかし7対2、5点差です。藤田さんも何回も日本シリーズで、ま、現役時代の藤田元さんピッチャーで、ま、こういう、ね、あの完投目前といいましょうかシーンが多いと思いますが、自分が投げているこういう8回9回になって投球練習場でピッチングを、ね、抑えのエースと言われる人がしている場合にはマウンドではどんな気持ちでいるものですか。いやそれほどね、もう自分の仕事だけという気になりますが、こういう特に大試合になりますとね、でそういうものはあまり感じないんですよね。あちょっとそういう完投という意識があるんでしょうか。うん、だいぶ疲れてきたんじゃないですかね。疲れね、ということは、あ森ピッチングコーチが行きますね。今森監督後ろをちらっと見た、どんな思いでいるんでしょう。あ出てきました、出てきました ね、 したね。ということは交代です。傷がつかないうちにまだ投げられると思いますけどね、はい、今の森監督の口の動かし方は吉崎、あの塩崎でしたね。でしょうね、はい。この交代について、うん、まあもう意味がありませんしね、はい、このとっておきのストッパーを出すわけですから、はい、それはこれでいいと思いますけども、はい、渡辺がペナントレース中にガタガタガタと崩れる癖を時々見せますんでね、はい、そういうものを大事にいったんじゃないかと思いますけどね。なるほど。今日本シリーズ初登板、さあしかしこれ2安打で、まあ、失点2ですが8回の2アウトまでよく投げましたね。絶対絶命のピンチですから、西武から見ますともう本当によく投げてくれたという気持ちが強いでしょうね。工藤投手がもう拍手拍手で迎えましたよ。自分は失敗した、責任感じてますからねということでこの8回の7対2、ツーアウトランナー一塁というところから2人目塩崎がマウンドに上がってきました。今シーズンは6勝して8セーブ、防御率はご覧の数字です。ダイエーのゲストの山本さん、はい、このピッチャーは実際に打席に入るとですね、例のシンカーですね、はい、どういう風に見えます。打ちにくいですよ。打ちにくいですよ彼は、はい、今度あのシンカーのあのふわっとくるんですよね。ふわっと、はい、はい、去年も対ヤクルト戦で5試合に登板をして2セーブ2敗という成績が残っています。第5戦では延長10回に池山に決勝ホームランを打たれました。第6戦では延長10回裏肩にサヨナラホームランを打たれました。
やや問題の人というふうに言われるようになってきました。この古田、今日は渡辺久信からサードゴロとフォーク、空振り三振とショートゴロ。昨シーズン塩崎対古田、3回顔を合わせました。ショートフライと三振とショートゴロ、3打数ノーヒット。今古田は古田さんじっくり見てますね。見てるっていうか、いいコースへ外の低めギリギリと決められてますんでね。何を待ってるかですね。もう2ストライクですからね。山を張るわけにいかんから。今は高めで誘ってきましたか。そう、3つ全部速い球で来ましたね、はいはい、同じ高さから山本さん、ファッと進化を落とされると、まあこのあと2球ぐらいの放っとくんじゃないですか。あと来る、来るんじゃないですかね。この辺りぐらいで来た。やっぱさすがですね、古田君。パンと当てますからね、ああいう風に。これ当たんないですよね、なかなか。山本選手は当たんない。当たんないじゃん。さすがですよ、古田君。2球ぐらいとおっしゃいました。2-1で続ける可能性もあるんですか。ないと思うんですけど。それはない。あっと三振でした。スライダー気味の構えだったんですかね。そうですね、スライダーですね。その前のファールはあれシンカーですか。ああ、そうですね。そうですね。相当落ちる球を頭に入れてるもんだから、はい、高めの方に、はい、ああそのまま行っちゃったですね、はい、直球直球直球と来て、そしてシンカーでファールを打たせて、最後はスライダー。今タイミング取れてませんよね、やっぱり絞りきれないですよ、はい、なんもやっぱ古田君の頭でも。ということはこれ渡辺久信からスイッチピタッと塩崎できたということで、スワローズ選手の追加得点なりませんでした。3回に石毛の先制タイムリーヒット、清原の2点タイムリー、田辺のスリーランホームラン、一気に打者10人で6点を取りました。スワローズは4回に新井の内野ゴロの間に1点を返しただけ。一方さらにライオンズは5回に秋山の2号ソロホームラン、1点を取られた後のすぐその次、大きなホームラン7対1。スワローズこの8回にはランナーを3塁に置いて飯田の犠牲フライで1点を返しただけ。8回を終了してご覧の通り7対2。今日は先手、前半に大量点6点を取って7対2です。ヒットの数はヤクルトはたった2本です。一方の西武はここまで13安打。3人目のピッチャーです。石井です。藤田さんの予想通りで、まあ、今日はそんなにこう高津であるとか山田であるとか宮本であるとかは出てこないだろうという、はい、接戦にならなきゃ出てこないですね、はい、今日2安打2点タイムリーヒットが光ります。もう1本打ちますと明日以降がこの人怖いですね。あ、そうですね、
そのまま戸橋のセカンドです。今シーズンの石井は3勝1敗、特に7月以降先発ピッチャーとしてローテーションの一角に加わりました。ちょっとバットの先っぽでした。いいだ、あ、飛び出た、木原二塁へ、ツーベースヒット、今日3安打。バッティングそのものとしては山本さんどうだったんですか。今ですか、はい、先っぽじゃないですかね、はい、5番センター秋山、2打席目、3打席目に比べて、あ、まあ、この打席確かに嫌な感じあったんですけど、はい、バットの先っぽというか、はい、まあ、うまいこと落ち着けたというか、はい、ということはそのこの後今日3安打したわけですから、うん、明日以降十分やっぱり今日要注意ですね。要注意ですね、自信になりますね、はい、そしてホームランの秋山、要注意ですね。ここも松本さん、はい、マウンド降りた金沢投手ですがね、はい、今日は西武のバッターはね、うん、ベースにくっつくように構えていると、まるでラインを踏む感じであると、で特にこの秋山、はい、インコースを投げさせないようにしてるんかなっていうことを言ってました。お、というふうな話だったんですが、今変わった石井はインサイドで来ましたね。そうですね、このシリーズは西武はね、随分ベースにくっついてますよね。おそらくインコース攻めが多いだろうと、それを封じるための作戦だと思いますけどね。今日ホームラン打って日本シリーズ12本目、王さんの29本、長嶋さんの25本に次いで3位ということになります、ね。打ち気に、はい、今の球早かったですよ、はい、ややボール気味でしたか。ボールです、ボールです、一昨日の第2戦でランナー2塁にいて、この秋山がそのいわゆる三振ゲッツー、辻がスタートを切ってランナー3塁タッチアウトというシーンがありましたね、はい、あの時にもストレートボール球をスイングアウトでした。トマシノがこの試合初めてバッターボックスです。昨年このトマシノとピッチャーの石井は1回だけ対戦、ファーストファールフライに終わっています。昨年は第3戦の先発ピッチャー、そして第6戦2人目のピッチャーとして2回日本シリーズを経験しています。トマシの弟セカンド、打席兄、打数3安打の3打点、スリーランホームラン。なお9回のヤクルトの攻撃は4番からです。回は9回の表、まあ、1戦2戦がいずれも3時間半を超える長いゲームでしたが、今日はスピーディーな展開です。スリーアウト。9回の表、変わったピッチャーの石井が得点圏に走者を許しましたが無得点に抑えました。さあ9回表を終わって7対2、点差5点差。そして先ほどの回から変わったピッチャー2人目の塩崎ですが、9回の裏4番の広沢から、
渡辺久信に完全に抑えられましたヤクルト打線。一戦で12安打、先手先手で打ち勝って荒木好投、そして第2戦では積極的に角野のファーストストライクを打っていきました。そして13安打で5点。シリーズ初陣トリオが、ピッチャー西村、宮本、高津と好投を見せました。一方ライオンズは1戦2戦この塩崎がマウンドに上がるチャンスがありませんでした。ライオンズは石毛に代えて三塁清水が入ります。この人です。ヤクルトにすれば藤田さんね、はい、今日のゲームを落とすとしても、はい、これ塩崎を打っとかなければいけませんね。そうなんです、特にこのこれからクリーンアップですからね、はい、この人たちが塩崎をどういうふうに攻めるかというのが大きなこれからのシリーズに問題になってきますから、はい、少なくともヒットにならないまでもいいタイミングでいい当たりをすることをやってこなきゃいけませんね。第2戦の新谷から3連続三振の後、今日ショートゴロ、ピッチャーゴロ、ショートゴロ合わせて6打席ノーヒット。第2戦で高津に対してライオンズ打線がもう全く、はい、落ちるボール、そうなんです、手も足も出ないという姿を見せてしまいましたよね。そういう役割を果たしてこの塩崎ができるかどうか。ゲストの山本さん、球、はい、自体はこの塩崎速いんでしょ。速いですよ球、見た目よりパッと来ないです。あ、進化は見せませんね。見せませんね。ちょっと力んでますけどね。セリーグ打点王の広沢、スライダー打ち上げました。吉武掴んでワンアウト。日本シリーズ2戦3戦と7打席ノーヒット広沢。パウエルもノーヒット。ライトへ伸びなし、ツーアウト。1戦2戦で藤田さんライオンズに覇気なしと映ったんですが、はい、今日はどうもヤクルトスワローズ覇気なし。試合のね、この点差がこうなりますとそう見えちゃうんですよね、はい。で打つだけしかその挽回のあれがなくなってきますから、はい、走ったりなんかそういう作戦がねなかなか使えなくなりますから淡白に見えてくるんですよね。2打点清原、ホームラン秋山、スリーラン田辺。第1戦で内山からホームランを打っています。1戦は4打数の3安打、2戦も2安打、今日ノーヒット。来ました、シンカー。
うだ、逆だ、第3戦7対2西武雪辱快勝でした。清原が打ち、秋山が打ち、田辺が打ち、そしてピッチャー渡辺久信、塩崎好リリーフ、今日は完勝快勝、この笑顔です。ほっとしたでしょう、今日点数つけるとすれば西武の戦い方、はい、どうですか。これはね、ワンチャンスをものにして6点にしたでしょ、はい、だからこれで秋山のホームランがなければこのワンチャンスだけになっちゃうわけですから、はい、結果的にね、でも最後の8回にですね、はい、一応ツーアウトながら満塁にするチャンスを作りましたしね、西武としてはかなりいいゲーム展開、これを守り抜いていった、ピッチャーで守り抜いていったっていうところからもして、森監督としては十分満足できる。